皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。バーリドラバーマーケットのグッチーと安田です。お願いします。よろしくお願いします。誰？安田の声がやばい。犠牲になってる。テンション上げるか。ダンディになってる。ちょっとテンション上がりすぎな、はい、あの二人ですが、今日はですね、はい、あの先日アンドロさんで販売がスタートした。はい、ラザンタ R53 ローズイッスヨの商品紹介をやります。そりゃテンションも上がりますよ。だから挨拶その。そうです、はい、すごい力こもってたでしょ。めっちゃこもってました。なんか全くあの今までにないスタートでした、はい、僕の声がエナジーセルしてました、ね、ちゃんと宣伝してる。でですね、今日このアンドロさんから出たこのラバーなんですけど、はい、あの世界のトップ選手、はい、あのゴージー選手が世界ランク一桁の選手が、まあ、中国のトップ選手も勝ったりとか、今すごいどんどんこのゴージー性を使ってどんどん伸びているっていう状態 で今回これをちょっとまあ商品動画を出すのにはですね、はい、ちょっと今までのまあドイツ製のラバーと、はい、もう違うラバー、お一つ目はですね、はい、あのドイツ系のラバーを使ってて、はい、もっと玉持ちを増やしたい方、なるほど、めちゃくちゃ多いと思うんですよね。はい、はい、2つ目はですね、はい、日本製のラバーに近いあのグッと引っかかる、はい、ドイツ系のラバー、うんうん、引っかかって玉持ちがすっごいいいっていうことですね。そういうことです。はい、はい、ありがとうございます。で3つ目がですね、はい、まあ、ドイツ系のテンションが、まあ、無理だった方ですね。ほうほうほう、はい、今までちょっとドイツ系テンションちょっと拒否反応があった方とかにもあの使える可能性があるラバーです。なるほどなるほど。はい、で4つ目に、これはですね、あのこの今最先端の技術を使っているラバーになります。でですね、はい、アンドロジャポンの浜川さん、はいはいはい、あの全日本ランク入った浜川さんにですね、はい、あのまあ、実際本人も、R53 のゴージーセオを、はい、かなり気に入っているみたいで、はい、で今回その R53 のそのゴージーセオと、はい、本人がいつも使っているR47、はい、まあ、今までの、まあ、ドイツ系テンション、はい、と今回の新しい日本製ラバーに近づいた、はい、ゴージー仕様、はい、っていうのを比較、はいはいはい、をしくるくるラケットを回して比較して試打をやった映像が届いてますので、そちらをまずはご覧ください。何ですか。ドイツ系が無理なところが結構改善されてますね。はい、まずはツッツキ HS、 こちら赤面の R47、 ドイツ製の一般的なラバーでの球の上がり方、そして回転量に注目してください。で、後で黒面のゴージーでツッツキ打ちをやります。今からです。これ見てください。ボールがいきなりギュイッと急激に持ち上がっています。よく見てください。回転量が凄まじいです。これは特徴の一つ目、ドイツ系を使っててもっと保ちが欲しい人必見になっています。で今度は R47 のドライブのこのロング線の軌道を見てください。これ直線的にボーンと大きく出る軌道ですね。直線的に速く出ます。でこちらゴージーで黒面でブワッと出ています。これ特徴の一つ目なんですが、日本製に近いグッと引っかかるドイツ系です。見てください。黒面のゴージーに仕様になったら見てください。ボールめっちゃ上がって深く入って、私の手に当たって回転がすごくて押されてます。全然軌道違います。 R47 とめっちゃかかってます。でこちら軌道を変えた R47 でのドライブの軌道になります。見てください。この突き刺さる速い軌道ですね。これ R47 のいいところです。深く速い。でこちらゴーズの軌道ですね。山を高く描いて安定した軌道を描くって感じです。スピードはやっぱ R47 の方があるのかなと思います。でも回転量は上ですね。球持ちの長さとか。で引き合い、こちら R47 で引き合いやってます。 R47 での引き合いですね。またちょっと聞いた。結構バック面でもやってます。浜川さんがバック面で R47 やったり、フォアでやってる。もう球はえげつないですね。 R47 は結構もうボールが速いので、ゾンズンと突き刺さるようなボールが飛んできます。 R47 もう直線的にボーンってきますね。もう直線的に深くぶっ飛んでくるって感じですね。こういう感じです。本当もう速さっていう感じになってます。
もうでこちらですね、黒面のゴージーで見てください。めちゃくちゃ山描いてますよね。山ですよね。でしかも深いで回転で伸びるんですよ。だんだん私が詰まってきます。うわすごいスピンで沈みました。こういうの嬉しいですよ。球持ち長いですよね。見てますとボールめっちゃ掴んでギュイッと上がってるのが分かると思います。で爆面ハイテクなことやりましたね。今片面だけで両ハンドとっさで切り返して浜川さんバックで R ゴージーシールで打ちました。素晴らしい技術ですね。でもゴージーシールもう球持ちがですねめちゃくちゃ掴んで、もう日本戦ラバン近い感覚ですね。こうやってくっついてるような感じなんですよね。もうめちゃくちゃ伸びてきてます。回転もすごいです。でこれサーブの切れ味見てください。まず R47 R47 めちゃくちゃ切れてます。まあ、これも浜川さんの技術が凄まじいんで、もうどのラバーでもまあ切れます。正直なとめちゃくちゃ、わーすごい R47 でもこういう速いサーブが切りやすいですね。速くて切れた R47 もめちゃくちゃ、もうここはもう技術なんでもう切れるのには間違いないです。もう R47 でこちらゴージーですよ。見てください。あめっちゃ切れてます。もうつい一緒に切れてるんですけど違いは分かりません。ですけどこっちの方が短く切れてます。あゴージーの方が止まって切れます。だから短く切るときにはで早く出すときはゴージーちょっと遅いです。ゴージーシールはロングで切りたいときはちょっと遅いです。でもこう見てください。手前に短く切りたいです。ツーバウンドで切りたいときはゴージーシールの方が短く止まっているのに注目してください。で速さはありません。今度はラザンタ R47 でチキータですね。もう速いですね。快速チキータです。やっぱぶっ飛びラザンタ47のやつ凄まじいチキータですね。でこちらゴージーシール少しスピードは落ちてます。でも回転量が非常に強くなっています。ターン落ちがとにかく長いので回転重視のチキータでグイッとかけた時の重いチキータってめちゃくちゃスピンで飛ばされてます。こういう重くずしっとくっつけたような幅にくっつくようなめちゃくちゃかかってます。こういう回転をギュッとかけた時やばいからかります。で伸びてますね。こういう回転重視のチキータにおすすめですね。浜川さんの方のアングルからのこの直線的にボンと勢いよく飛んでる R47 の軌道見てください。でこれゴージーですよ。で下かなり下からボールが持ち上がる感じがありますね。まあ、日本戦近い感覚ですね。グイッと球落ちで下からに上がってます。ギュッこういうのめちゃくちゃネットかかったもの下からに持ち上がりました。で今度ドライブの引き合いですね。これ R47 でまずいきます。あもう結構深く差し込んでますね。ぶっ飛んでる感じですね。でここからゴージーですね。ゴージー見てください。もう伸びてですね、私が打ち合いでおさ回転で負けるって感じですね。これもう球持ちがとにかく長いですね。もう回転の伸びと詰まりもうやっぱ R4 と全然違います。こう思うと引き合いするともう全然違います。でここからこれはYouTube ライブの時の映像をやってるんですけど、浜川さんのオールをやってもらいました。こういう感じですね。もうボールの伸び方すごいですね。もうやっぱ倒し長いんで姿勢悪く打っても入っちゃいますね。でサーブめっちゃ手前にめっちゃビタッと止まっててバウンドしねえってぐらいのめちゃくちゃ手前に止まりました。めっちゃ止まるんで打ち合いです。でドライブ回転重いで低い打点でもグイッと上がる。これはやばい。すげえ持ち上がるんだ持ち上がると思った。打点を気にせず打てるんでもうこういうのいいですね。やっぱドイツ系のラバー高い打点じゃないとなかなか打てないイメージあるんですけど結構やっぱ日本戦近いです。でチキッと触ることリアルに触れねえ。これで終わりました。浜川さんも気に入ってます。というのはプレー動画はどうでしたでしょうか。で実際ですね、まあ、ドイツ系のラバー今まであったドイツ系のラバーのイメージっていうのは、はい、あれじゃないですか。やっぱスピンとスピードがやっぱとにかく高い。そうですね、これを求めてます。分かります、はい、とにかくスピードスピンを高めたラバーが今までのドイツ系の、まあ、ある意味高性能な立ち位置。そうですよね。だってなんかどんどん新しいテクノロジーが出て、うん、またスピード上がった、またスピン上がった。そうなんですよ。ずっと第何世代もうドイツ系のテンションはもうほとんどそうですよ、ね、で格付けがされてるような、はい、あ感じではあったんですでありまして、で日本製のラバーはですね、はい、どちらかというと球持ちと安定感をとにかく重視したようなラバーになります。はい、まあ、絶対値はですね、やっぱドイツ製のラバーよりも低いんですよ。回転の絶対値がスピードの絶対値はドイツ製のラバーより低い日本製のラバーなんですけど、まあ、日本製のラバーはでもまあ無意識で入るっていうんですかね、もうなんかかけれてる感じがするような。そうなんですよね。そうなんです、はい、そういうラバーが多かった。もう、はい、そうなんですよ。無意識でいろんなプレーが出しやすいっていうので、はい、まあ大人気を誇ってる、はい、まあ抜群の球持ち安定感っていう感じで、まあ
ドイツ系と日本製のラバーの違いというのは結構差があるんですよね、同じテンションラバーでも。で、皆さんもそこはなんとなくこう分かっている方が非常に多いとは思うんですけど、で今ですね、非常にあの時代が変わってきて、で今日本製のラバーがドイツ系に寄ってきてるんですよ。日本製のラバーがよりスピンとスピードを求めてる感じに、最大値をこうグリッと、そうなんですよ、グリッと上げて、そうなんですよ、今まで日本製の玉持ちと安定感は抜群で大人気で、そこにちょっとこう威力をさらに加え、ドイツ製の威力を入れに来てて、でまたもう一つ面白いことに、ドイツ系のラバーは日本製ラバーに寄ってきてるんですよ。なるほど。どんどん玉持ちがよく引っかかりが向上しているような感じのラバーがどんどん出てきてる。なるほど、はい。でこのラザンタ、この今度かかる R53 ゴーズですよ、はこれはだいぶ、まあ、ドイツ製ながらドイツ系ではあるんですけど、日本製にだいぶ近寄ったラバーだなと今回 R47 と比較しましたけども、だいぶ玉持ちの長さ、そして回転量の高さ、そしてラリーの安定度なんかはもう、R47 はもう完全にしのいでた結果だったんですけど、 なので日本製のラバーに寄ってきてるっていう感じになっています。で、まあ、今までやっぱドイツ系になかったその、あの安定感、やっぱドイツ系のラバーってそういう安定感って意識するの結構難しいんですよね。やっぱスピードとスピンはやっぱ一流なんですけど、やっぱツボに入った時とかは常にストライクゾーンで掴めたらめっちゃいい。ただでも外れたとこではやっぱなかなかちょっと意識しないと入らなかったりとか、そこは日本製ラバー無意識で全部入っちゃうから、みんな好きって感じではあったんですけど、それがですね、だいぶまああのゴージス用はですね、まあ保ち長くなって、でグッと引っかかる感じがだいぶ日本製っぽくなってます。なのでそこはやっぱドイツ系が無理だった人が、まあだいぶ可能性としては扱える感じになってきたのかなと思います、がこう R53 っていうとすごい硬そうじゃないですか、そうですね、もう R53 って、まあ、ぶっちゃけ私も最初聞いたら、ちょっと拒絶反応出るぐらいの、マジかみたいな、 R50 よりまた硬くなったんかいみたいな、打ったら全然そんな感じがしないんですよ。これは多分そのなんだろう、引っかかりとは別にその玉持ちっていうところが完全に担保されてるラバーだから、なんかこう無意識にヒュッて打ったら、あれ硬くない、あれ上がってくれてる、あれ楽だみたいな、すごい楽だ、あでも飛んでいってるボールのトータル値はすごい高そうな感じだなみたいな、はい、高そう、そうなんですよね、だからその玉持ちっていうところでなんか簡単にコントロールできるって言ったらいいですかね、なんかすごいなんか それこそさっき言ってた無意識でこう入るような感覚がめちゃくちゃ強いラバーだなっていう印象なので、なんだろう、多分本当に拒絶反応ってさっき言ってましたけど、そこだと思うんですよね、その簡単にできるかどうか、そうなんですよね、技術とか、その辺が切れるのも飛ぶのも分かった、ただでも安定して入るのは意識しないとちゃんと入らないのか、ね、ちゃんとヒットしないと無理みたいな、そのヒット率が悪いというか、そうですね、ちょっとずれたらミスしそうっていう不安はやっぱドイツ系苦手な方はやっぱそういう意識でやっぱ持ってる方が多いので、インパクト出さなくちゃいけないとか、そういうのいろいろ考えてる方多いので、そういう意味だと R53 ってこれそんな硬くないですよね、全然硬くないです実際のところ、まあどうだろうな、体感的には R47 と同じかなってぐらいの打感的にはそんな感じです、同じぐらいの硬さ、 R50 よりか少しなんか柔らかいような感じが、ありますね、まあスポンジが新しくあの今回特になっているので、気泡の大きいタイプの、スポンジじゃなくて、より食い込みが、こう体感的な触りよりも打球した時に結構、柔らかく感じるようになってますね、ウルトラマックスとあと 2.0 っていうスポンジ圧、この2択が結構攻撃マンにはどっちにするかって結構悩むところだったんですけど、実際この 2.0 の方が、やっぱ回転とか強くかかります、かけやすくて、で、まあ、やっぱ、そうですね、台上回りとかもすごくやりやすくて安定感も上がるんで、まあ、2.0 が最初はおすすめなのかな、ドライブマンとしては、全体的に、で、やっぱ上回転ラリーを多くする人はウルトラマックス、ただこのラバーなんかウルトラマックスって書いてあるんですけど、そのラザンタ47みたいな、ウルトラマックスほどのカット比じゃないんで、なるほど、ウルトラマックス使ってもそんなめちゃくちゃカット比じゃなかった、声が山描きました、なんかこう、ちゃんと入ってくれる、そうなんですよ、なんかビューンっていかないから、そうなんですよ、最初ラザンタ使った時 R47 とかと、あまりにも新しすぎた性能で、もう
ボカーンと飛びすぎて、みんな最初総大の距離を超えた、想定を超えたオーバーみたいな、はい、飛びすぎたみたいな感じの声が結構多かったので、私も最初使った時もうあまりの飛びに、まあ、2.0 に変えたぐらいだったんで、はい、でもやっぱそれぐらいあの驚異的な性能は47持ってたっていうことなんですけど、まあそういう意味だと R53 とか 5G 仕様は、はい、そのぶっ飛びをちょっと落として、その分あの回転とか弧線の、はい、山 の, あの変えてるんで入りやすくなってますね、かなり、はい、ボール自体は。でもボール自体はこういう相手、まあ、浜川さんのボール見たら全部伸びて落ちる伸びて落ちる、はい、伸びて落ちるって感じで、全部オーバーっていうよりかは伸びて落ちる、回転が強くなってるので、そこはやっぱ、ドイツ系 の, そのちょっとジャジャウマ感っていうのはだいぶまだ残ってはいます。正直なところ、完全に日本製かというとそれはないです。ただだいぶそのドイツ系 の, その難しさっていうのは飛びすぎちゃったり、エネルギーかかったりっていうのは、はい、だいぶ減る、ずっと山を描いて強い回転と高いスピードのバランスが非常に高い位置でできているのかなと感じましたので、はい、実際このゴージー仕様っていうゴージー選手が使ってるのもなんとなく分かるなっていう感じが、はい、ありました。実際ゴージー選手のプレーってどうなのかっていうと、すごいテクニック、はいはいはい、いろんなこうカットしてサイドスピン入れたりとか、はい、横入れしたりクシュートしたりとか、はい、曲げたりカットしたりとか、いろんな、なんすかテクニックが、はいはいはい、ゴージー選手はありますよね、はい、まあ、ゴージー選手みたいなのはやっぱ球持ちがやっぱり必要な卓球をしてますので、はい、まあ、やっぱこのラバーなのかなっていう感じが、はい、ありますね、はい、ぜひですね皆さん、まあ、ドイツ戦のラバーが苦手な方、そしてドイツ製ラバーで球持ちがなくてちょっと不満に思っている方、限りなく日本戦に近づいたドイツラバーの性能を体感したい方、はい、そういった方に、まあ、非常におすすめな1枚となっています。はい、皆さんのご注文をお待ちしております。ありがとうございました。終わり。ドイツ製のラバーっぽくない？いいね。おお、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。